こんにちは。NPO 法人聖母の山田です。今日はメアリークイーンオブピースというですね、ブランタイヤにある南部の、場所ですね。そこの、教育キャンパスについて、ご説明したいと思います。今日はビデオで今見れてると思うんですけど、ここがマザー・テレサ・チルドレンセンターですね。NPO 法人聖母のパートナーとして、保育士の、トレーニングだったりとか、子どもたちのこういうね、ケアをしている保育園を運営してます。私たちももともと2015年の時にはこのマザー・テレサ・チルドレンセンターからたくさんの支援を受けて、今でもそうですけども、給食支援を始めるきっかけになりました。まあ、子どもたちこんな感じで楽しく遊んで昼寝をしてって感じなんですけど、ここで見えてるこのキャンパスが小学校です。でこの小学校が今建設中で、来年、おそらく、できる予定ですね。早々で中学校もこれからですねできる予定なんですけども、で今映ってるのが、JP2 という学校です。リーダーシップと IT の学校ですね。こんな感じで、先生たちが教えてます。でモベルはですね、ここの全ての学校給食も、保育士の支援も、IT 学校も、今やこの映っている B-HIVE という職業訓練センターのね事業の B バイクとかですね、いろんな、ソーシャルエンタープライズ全てを統括しているイギリスの通信会社ですけども、まあ、そのモベルが、支援をしてこの教育キャンパス全体を運営することになってきています。そして私たち NPO 法人聖母も、今給食をね支援している子どもたちがこうやって小学校にも通えて、そして、教育もねしっかり受けられて食事が毎日できてというね、このすごい、マラウイという国で、将来を担っていく存在になると思ってます。メアリークイーンオブピースでした。ありがとうございました。